皆さん一人一人が自分の足元を見て素晴らしいものを掘り起こす。僕が日本の文化を、紹介し続けたいと。コミュニケーションとテクノロジーとクリエーションの新しい複合体というのはどういうものかなっていうことを、僕らアニメーションの世界では最初に作り出した30年40年前から、それこそ韓国や中国や台湾やシンガポールの人たちと実は一緒に仕事をしてきました。日本の発信はステロタイプだ、富士山、桜、京都に過ぎない。ですからそんなことを含めて我々はもっともっと多様なことを作っていくと。東京は本当にそういうユニークなファッションが溢れていると思います。個人が発信できる、僕みたいな20歳の学生でも多くの海外からの観光客を呼び込むためにはプロアクティブに自分たちから仕掛けていかないとそれ以上増えない。日本人は私を何て歌ってるか分からないような曲を画面に向かってみんな騒いでるんですよ。自分の身近にあるものの良さをなかなか把握してないんじゃないかな。日本に興味がある人はたくさんいるけれども日本に来てないっていう現状があるので何ができるかっていうことを、見に来てもらうっていうことではなくて実際に体験してもらう。明るくて希望のある日本の未来、それを信じています。